モーションレスキラー。そんなことされたら完全犯罪ですね。ま、早速やっていきましょう。スタートゲームです。何ですかここ。首なしマネキン大増殖です。こんにちは。家に帰りなよ教授、残りはやっておくよ。心配ないよ先生、両親は休日だし。それに、彼女の作品を展示会まで仕上げるのを手伝いたい。展示会に参加するのは素晴らしいし、彼の作品は特別だ。また有名になれるかも。全部の像を顔なしで作ったんだ。顔はなんだか表面的なものだから。あ、もし本当に手伝ってくれるなら、どこかの教室に置いてきた道具を持ってきてよ。だそうです。ああそうですか。しかしこのゲーム BGM ないんですね。現実世界みたいでいいじゃないですか。寂しいので裏で音楽流しておきますか。海外のクラブか何か？主人公は美術クラブっぽいのでちょうどいいかなと思いまして。100円ショップの製品みたいな PV で流れてそう。で、クラスはいくつかあるみたいですね。上から見たら L 字型っぽいです。そのうちの一つの机の上からなんか拾いまして、別のクラスの棚の中からもう一個拾います。いろいろ探してみましたがこれ以外には何もなさそうです。じゃ、先生に道具渡しに行きましょう。ほら持ってきてやったぞ。バレンチナ、テレシコは、私はカモメってね。意味がわかりません。道具を持ってきてくれてありがとう。もう遅いから、家に帰ることにするよ。また明日ね先生。オーケー、気をつけて帰ってね。次の日、教授の家に寄って一緒に学校に行こうとした。インターコンを押したけど、彼のママが彼は病気で学校に行けないと言った。学校に着いた時、古い会館の前にたくさんの群衆がいた。何が起きたのかと尋ねた。答えを聞いて、血の気が引いた。美術の先生が殺されたと。だそうです。困りましたね。とりあえず昨日先生がなんかやってた部屋に行ってみますか。あれ、突き当たりに何か見えます。突っ込みましょう。インファイターですね。正気があるとしたら、私のリーチの範囲にしかありません。あら、他のクラスを確認している時間はない。ただ、美術室だけさ。そんなわけで美術室を見に行きます。あら、まだ警察は来てないんですかね。封鎖はされてましたが、結婚ありますね。でもマネキンも遺体もないです。あら、誰が殺人者か見つけるために部屋を探せとか言ってますが開きません。ここが美術教師の机、ここでいつも像を作ってた。石膏はもうすべて固まっているみたいだ。アートと、像の作り方の本がちょっとだけある。この胸像は美術教師が作ったものだ。そして、受け、美術教師の頭だ。誰が彼を殺したのだろう。それに、なぜ警察は気づかなかったのか。捕まってしまいました。頑張って脱出しましょう。扉は開かない。別な道を探そう。ですが扉は開かないようなのでダクトから脱出します。ちょうど良さそうな破片もありましたしね。破片をドライバー代わりにして開けれそうだ。あら、急に開けたとこに出ましたね。ですが右側の扉は全て閉まっているみたいです。下水に繋がってる。こっちからは開かないみたいだけど完全な像だ。最後の最後に、こいつを使うことになります。ネタバレやめてくれませんか？まあどうせ一本道なので。そして貼り付けになっていた胴体を拾います。本当はマルチエンドで高難易度なゲームがしたいんですがね。なかなか壁に合うゲームというのは見つからないものです。あら？美術室の掃除をしているとき、先生の作った像が見つめてくる気がした。バイオみたいに好きで物語進んでく感じですかね。いつでも見返せます。へぇ、ちょっと迷路みたいになってます。まあ別に大したことはないですが。そろそろ像の部品見つかってもおかしくないですけどね。そんな急いだっていいことないですよ。まあ、最初は部品1個見つからなくて済んだんですけどね。像
像が動いているのを確かに見た。奴らは生きてるんだ。ここは怖い。確かに全部どっかに行っちゃってましたしね。でも別にここにもあんまりなさそうです。久しぶりに順に会った。彼は一緒に古い校舎に行こうという。変だとは思うが授業後に行こうと思う。ここに来て新キャラですか。教授イコール純説あります。そんな時給とハイドみたいな。この式が誰目線だかわかんないので何とも言えないですね。戻ってきちゃった。で、別な方から行ってみます。当然ですね。この棚は扉を塞いでるみたい。重すぎて動かせない。覚えておきましょう。後で使いそうですね。ピアノとか弾いたら動きますかね。バイオハザードかな。なんだここ。地獄鍋の豆腐の内側目線です。これ腕じゃなくて土壌だったんですね。なんだここ。クラブみたいですね。イエイエイエイ。死体しかありませんよ。イエイエイエイ。鍵、聖骨箱と書かれたタブがある。あれこれって、ここの鍵でした。やっと一つ部品が手に入りましたね。で、ここの扉が開いてました。また部品があります。急にいっぱいもらえますね。すると、強制的に降りてきちゃいました。アグレッシブな主人公ですね。そしてこの先でまたパーツを手に入れるんですけど、感じにまた戻ってきちゃいます。で、ここにパーツを置けばクリアなんですが一個足りません。それにさっきのところには戻れないようになってます。ね、仕方ないのでリスタートしましょう。こっからかよ。セーブとかはないです。昭和のプロ野球みたい。これ見てください。部品が1から3になってますね。わかんないですよね。2回くらいやり直した時は1から2にしかならなかったんですけど、まあとにかくこれでクリアできます。ここから出たらゲームクリアです。どうやら、これで終わりみたいです。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。